ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はパラコート連続毒殺事件について解説していくぜ。え、何それ、空から毒が降ってきたってこと？なんかそれ、パラシュートと混ざってないか。パラコートっていうのは除草剤のことだよ。もちろん人間にとっても猛毒だぜ。へえ、一体どれくらい強い毒なの？なかなか強力だぞ。なんと致死量はたったの 15cc だ。15cc?そんな危険な薬どうやって手に入れたのよ。ふっふっふ。その入手ルートも今回の事件に関係しているぞ。え、どういうこと？というわけで順を追って話していくぜ。よろしく頼むわ。連続毒殺事件って言ってたけど、具体的にはどういう事件だったの？1985年4月30日から11月17日までの間に、パラコート入りの飲料を自販機の上や下、取り出し口に置くという事件が起きたんだ。これを誤って飲んでしまった人たちが体調を崩してしまったり、亡くなってしまったんだよ。たまに自販機の取り出し口を見ると飲み物がそのまま置いてあったりするもんね。そういうの見ると私はついつい飲んじゃうんだけど。まあ確かにそういう人もいるよな。特に子供なんかは、ラッキー。とか思って飲んじゃうかもしれない。でも、この事件の話を聞いたらそんなことできなくなると思うぜ。ちなみにこの事件は日本のどこで起きた事件だったの？それが場所が定まっていないんだよ。広島や大阪、三重、宮崎に埼玉、奈良。日本各地で同じ手口の事件が起きたんだ。怖っ、そんなの3件も4件もあったら怖くてたまらないわ。霊夢、今回の連続件数はそんなもんじゃないんだぜ。模倣犯による関連事件も含めると、34件にも上ると言われているんだ。さ、34件。いくらなんでも起こりすぎでしょ。全国各地ってことは組織的に行われたのかしら。犯人の目的は、テロリストなの。それが、残念ながら今回の事件は未解決なんだぜ。犯人が捕まっていないから、動機も手口も全くわかっていないんだ。謎すぎる。一体どんな事件だったのかしら。まずは一連の事件から代表的なものを話していくぜ。最初の事件は4月30日、広島県の福山市で発生した。45歳のトラック運転手がドリンクを購入した。その時、自動販売機の上にオロナミン C の容器が置いてあったんだ。空き瓶を誰かがゴミ箱に捨てずに自販機の上に置いちゃったのかしら。いや、この時に置かれていたのは空き瓶ではなくきちんと中身の入った瓶だったんだ。蓋もまだ開けていない未開封のように見えたそれを、運転手は思わず飲んでしまったんだよ。ひえ。まさかそれが。ああ。運転手は同年5月2日に亡くなってしまい、嘔吐物からパラコートが検出されたぜ。亡くなってしまったのね。まさかオロナミン C の中にパラコートが入ってるなんて夢にも思わないもんね。さらに9月19日にも福井県今館郡今館町。現在の越前市で30歳の男性が自動販売機の下にあったコーラの容器に入った液体を飲んだところ、9月22日に亡くなってしまったぜ。この人もまさかコーラにそんなものが混ぜられてるなんて思わなかったんでしょうね。でも、いくらなんでも自動販売機の上とか下にあってもなかなか飲む人は多くないんじゃないかしら。取り出し口にあるやつは、ラッキー。って思ったとしても、いくらなんでも自販機の上とか下は怪しいって思っちゃうわよ。霊夢の言う通りだ。ところがこれ以外の事件はすべて取り出し口にパラコート入りの飲み物が置かれていたんだよ。9月11日、大阪で52歳の男性が釣りから帰る途中にオロナミン C を購入した。取り出し口にはオロナミン C が2本あったので、2本とも持ち帰ったぜ。きゃあ、それはわからないかも。自動販売機のミスで2本出てきたのかな。って思って取り出しちゃうわ。最近はわからないが、昔は自販機で1本買ったのに2本出てきてしまったっていうのはよくあったからな。その男性は疑うことなく持ち帰り、帰宅後に飲んでしまった。そして14日に死亡したんだ。飲み残しのオロナミン C からはパラコートが検出されたぜ。ひえー、怖すぎる。まだまだあるぜ。9月12日にリアルゴールドを購入した22歳の大学生が、リアルゴールドが取り出し口に2本あることを発見。これを持ち帰って飲んでしまい、14日に亡くなってしまったんだ。今度はオロナミン C じゃなくてリアルゴールドだったのね。これもパラコート入りだったってこと？いや、この事件で検出された毒物はジクワットだ。パラコートと同じく除草剤で、活性酸素により細胞の遺伝子の核にある DNA やタンパク質を破壊することで植物を枯れさせるぜ。
もちろん動物でも同じ反応が起こるぞ。じゃあどっちみち人間も死んじゃうじゃない。だな。毒性はパラコートの約半分とも言われているが、それでも十分凶悪な毒物だ。ますます犯人が同一人物なのか、組織犯罪なのか、その目的が何なのか全く見当がつかないわ。そうなんだよ。しかもこの事件は模倣犯や自作自演なんかも起きてしまっていて、余計に複雑になってるんだ。ええ。も、模倣犯まで出てきちゃったの。34件の事件の中で模倣犯だと確定しているのは3件、自作自演だったと確定しているのは4件ある。模倣犯による3件の事件のうち、1件は犯人が逮捕されているが残りの2件は未解決のままなんだ。こっちも未解決になってしまっているのね。ちなみに逮捕された模倣犯はどういう人だったの？東京都港区の画廊に勤める34歳の女だったんだ。1985年9月17日、画廊の経営者と支店長に青酸化合物入りのコーヒーを飲ませて殺害しようとしたんだよ。ひよえー、今回はパラコートじゃなかったのね。でも、どうしてそんなことしたの？犯人の女は会社のお金を使い込んでいたんだよ。それがバレないように殺害しようとしたらしいが、未遂で逮捕されたぜ。何それ身勝手すぎる。模倣犯による犯行は1985年9月中に連続で起きている。9月25日、世田谷の自動販売機でドリンクを飲んだ大学生と、同月27日北区の自動販売機で同じくドリンクを飲んだ44歳の女性が、変な味がする、と警察に訴えたんだ。それにも毒が仕込まれていたの。石灰硫黄化合剤が仕込まれてたぜ。殺虫作用を持つ農薬だな。言うまでもなく毒だぜ。このどちらも犯人は分かっていないんだ。うわぁ。どうしてこんなことを真似しようとしたのかしら。本当に理解できないわ。模倣犯だと分かっているのは3件。すべて都内で発生したものだった。でも、もしかしたら表に出ていないだけで、もっとたくさんの愉快犯がいたかもしれないな。確かにそうね。ちなみにさっき自作自演した人までいたって言ってたわよね。それはどういう事件だったの？よし、じゃあここからはパラコート連続毒殺事件を模倣した自作自演事件を3つ紹介するぞ。よろしく頼むわ。一つ目。9月27日の東大阪市の自動販売機で中学生がドリンクを飲み、変な味がする、と警察に訴えて入院した。ここまではさっきまでの流れと一緒ね。しかし、後に自ら殺虫剤を混入させて飲んでいたことが判明したぜ。いやいや、なんでよ、なんでわざわざそんなことしたの。この中学生は、話題の事件の被害者として入院すれば、クラスメイトがお見舞いしに来てくれると思った。という動機で毒を飲んだんだよ。そんな理由で、一体どうしてそんなこと考えるようになったのかものすごく気になるわ。でも何にせよ命が無事でよかったわよ。本当にそう思うぜ。何事も命あってのことだからな。そして二つ目の事件は9月30日福井県で発生した。22歳の男が変な味がする、と警察に通報したんだが、自分で殺虫剤を混入していたことが分かって逮捕されたぜ。一体なんでそんなバカなことをしたのかしら。三つ目の事件は12月11日、群馬県沼田市で起きた。自動販売機のドリンクを飲んだ中学生が、混入していたパラコートによって倒れたぜ。しかしこれは自殺を図ってのことだと判明したんだよ。また中学生。しかもこの件は自殺未遂だったのね。殺害されたように見せたかったのかもしれないな。最後、四つ目は12月31日に起きた。23歳の男がパラコートをわざと飲食店の飲み物に混入させたぜ。その影響で会社は倒産。その後に事件の真相が発覚し、男は逮捕されたんだ。ひえー、倒産までしちゃったの。なんでそんなことしたのかしら。その会社に個人的な恨みがあって、復讐のためにやったそうだ。とんでもない理由ね。せめて倒産する前に事件が解決していたらよかったのに。それにしても、これだけ模倣犯が出てきたってことは、それだけ世間で話題になってたのよね。メーカーとか業者側で何か対策はなかったの？もちろん対策は打っていたぜ。この連続毒殺事件は11月17日に埼玉県で発生した事件を最後にストップしたんだが、この時にはすでに業者からの注意書きが自販機に貼られていたんだよ。ええ。じゃあ最後の事件は注意書きをしてあっても起きちゃったってこと？そういうことになるな。この注意書きが目に入ってなかったのか、それとも自分は大丈夫だと思ってしまったのか。被害者が亡くなってしまっているから、
真相は闇の中だぜ。それにしても、本当にすごい数の事件が起きてしまったのね。一体どれくらいの被害になったのかしら。被害が発生した34件、うち13人が死亡してしまったぜ。改めて聞くとかなり大きな被害だわ。でもちょっと気になることがあるんだけど。お、どうした？何でも聞いてくれよ。どうしてこれだけたくさんの人が被害に遭ってしまったのかしら。これだけたくさん事件が起きてたんだし、もうちょっと不審に思う人がいてもよかった気がするんだけど。その原因は大きく分けて2つあると言われている。まず1つ目は、当時はまだ自販機のミスで飲み物が多く出てきても珍しくない時代だったんだ。これはさっき少し話してたわね。確かにそんな時代だったら、取り出し口に多く飲み物が出てきても違和感感じないし、普通に持って帰っちゃうかも。そして2つ目の理由。それは当時の日本の牧歌的な社会風土にあったと言われているんだよ。牧歌的社会風土、どういうこと？実はこの事件が起きる8年前の1977年に青酸コーラ無差別殺人事件が起きていたんだ。この事件は今回の事件と同じように未開封に見える飲料の中に毒物を入れる手口だった。ええ。じゃあ今回とほとんどやり口が変わらないじゃない。そうそう。この事件の影響を受けて、自販機で売ってる飲み物のほとんどは開封すればわかるような構造のキャップに変更されるようになっていたんだ。開封すればわかる構造。キャップを開けると、キャップ本体の下についているリングがちぎれて下に落ちるだろ。あの構造だよ。ああ、言われてみたら確かにそうなってるわね。キャップとリングがくっついてたら未開封だし、ちぎれてたら開封って一目でわかるようになってるわ。あら、でもそうなってたなら、余計にみんな開封されてるって気づいたんじゃないの。ところが、この当時はまだ開封済みかどうかを見分ける必要性が世の中に浸透していなかったんだよ。え、でも、この事件の8年前に青酸コーラ無差別殺人事件っていうのが起きてたんでしょ？だったらみんな開封済みの飲み物を拾って飲むのは危ないって思ったんじゃないの。確かに一部の人はそうだったかもな。でも青酸コーラ無差別殺人事件は東京とか大阪の大都市で発生したものだったんだよ。一方で今回のパラコート連続毒殺事件は模倣犯や自作自演を除いてほとんどが比較的郊外で発生したんだ。この当時の郊外エリアはまだまだ牧歌的で防犯意識っていうのが比較的薄かったんだよ。なるほど。でももう一つ気になることがあるんだけど、どうしてこの事件は未解決になっちゃったの？これだけたくさん事件が起きてるんだし、何かしらの手がかりは見つけられそうな気がするんだけど。その原因もいくつかあるな。二つ挙げると、一つ目は当時は防犯カメラが少なかったことだ。とあるメディアによると、この事件の場合指紋さえつけなければ完全犯罪、というレベルだったらしい。うわぁ、それは大変、無差別殺人ってこともあって、証拠を集めるのが難しかったのね。そして二つ目。なんとパラコートは普通に市販されていて、18歳以上で印鑑さえ持っていれば誰でも農協で買うことができたんだよ。ええ。でも、15cc 飲んだだけで人が死んじゃうような劇物だったんでしょ？そんなものそんなに簡単に買えちゃっていいの？もちろんよろしくないな。これだけ簡単に買えてしまうと購入履歴から犯人を特定するのも不可能に近いんだ。なるほどね。確かにこれじゃ解決しようがないのかも。さて、じゃあここからは事件のその後について解説していこう。まずこの事件後瓶の蓋の改良が一気に進んだぜ。特に今回多く狙われていたオロナミン C は開封が見分けつきやすく改良させたぞ。確かにあの蓋は一度開けたら元に戻すのは簡単じゃないわね。もともとはスクリューキャップを採用していたが、この事件を受けて翌年の1986年、現在のマキシキャップに素早く変更されたんだ。安心に対する素早い対応は良いことね。いつの時代も、飲食物への安全は特に大事だぜ。それじゃあ今回はこれくらいで終わりにするぜ。この動画が参考になったと思ったらグッドボタンを押してくれると嬉しいわ。このチャンネルでは、過去に起こった悲惨な事故から様々な教訓を得られるような話をしていくから、ぜひチャンネル登録もお願いします。あと、この事故を紹介してほしい。っていうリクエストがあればコメント欄に書いてほしいぜ。ご視聴いただきありがとうございました。